思い出津温泉でつきます。ブワーってまっすぐ行くだけで室蘭本線に出る。立てるわけねえだろ。止まっちゃう、止まっちゃう止まっ、よし行くぞ。きついわ今日は。よいしょ。いやー、まだなかなか抜けれなさそうだな。1週間分車の移動だけで埋まってしまうとかねえよな。本当に明日撮影っていう可能性が高くなってきたな。いや、俺はそれでもいいんだけどね。疲れて帰るっていうオチになるから、俺それがちょっと嫌なだけだけど。道路が広い、道が広い。あったあった、国道のくせに国道になっちゃったよ。これだと45キロだろ、長えよ。というかガソリンスタンドどこだよ。多分ね、このフェリーゾーンを抜けてからだと思うんだよな。モンスターを飲んで元気を出したところなんですけども、ちょっと疲れが広い。知床へ行くときはそんなんでもなかったんですけどもね。お、エネオスねえか。反対側かよ。ちょっと白老入ってくるとガソリンスタンドが減ってくるんだよな。早いうちに入りたいんだけど、左側車線にねえんだよ。左車線にエネオスは苫小牧でしょ、港町でしょ、あってもいいんだけどな。36号線ちょっとひどない？ひどくね。ああ、給油できないまま海沿いまでやってきてしまった。どうしよう。いや、いざとなったらもう昭和してるでもいいんじゃねえかっていう風に思えてきた。あ、ダメだ、これセルフじゃねえや。あれ、山の部分が晴れてね、晴れてるわ。あのエレオ、あのエネオス、あ、LP ガスだけじゃねえかよ。畜生。いやー、視界良好になってきたな。道路は相変わらずだけど。あうか、ああ。いやー、助かった、助かった。セルフ岡本があったよ。これでガソリンの心配はねえぞ。さあ、これで、残り24キロぐらい上り別でずっとまっすぐ行けるわけですよ。いやー、よし頑張るぞ。見えてきた、上り別熊牧場のね、電柱の看板あれですよ。上り別といえば熊牧場、熊牧場、愉快な仲間が、楽しい仲間が、イエー、みんな待ってるぜ熊牧場、ここは上り別熊牧場。何十年前の CM だよ。硫黄の香りが漂ってまいりました。いやー、どんどん近づいてまいりましたね。長い道のりでございました。上り別温泉でございます。ようやく到着でございます、上り別温泉で。今回の目的地
地獄谷を巡った後に、大湯沼を、見ていくというルートになっております。まあこの温泉街をまあぐだぐだ歩くっていうのもありなんですけどもね。ではまっすぐ行って、はい、登別温泉地獄谷でございます。Thank you.